キングプリンスとナンバーアンダーライン愛の禁断の裏話。流出音声データの真相とは。ナンバーアンダーライン愛、サマソニ出演の舞台裏。観客を震撼させた音声データの内容。ジャニーズ界隈で一つの衝撃的なニュースがファンの間で話題となっている。かつてキングプリンスの5人体制で活動していた頃のプライベート音声データがネット上に流出し、 その内容が多くのファンを驚かせている。この音声データは特に高橋海人の僕が金プリ守ると発言した際の真相を探る鍵として注目されている。音声の中には平野章、神宮寺優太、岸優太が含まれており、そのセクシーな内容が特に話題となっている。この音声データの流出がファンの間で大きな波紋を呼んだ一方で、 音声が流出した背景には複雑な人間関係や内部事情が絡んでいることが示唆されている。具体的な会話内容は割愛されているが、ファンの間では彼らの親しい関係が垣間見える内容であったと言われている。特に若い男性が集まると話題に上がりがちなテーマが含まれており、それが一部のファンにはショッキングでありながらも彼らの人間味を感じさせるものであった。 一方で、キングプリンスのメンバーである高橋海斗は、グループのリーダーとしての責任を強く感じていることが伺える。彼は長瀬廉が右耳の怪我により一時休養することを発表した際、ティアラ、ファン、への感謝の言葉と共に、僕がキンプリ守ると宣言した。この発言はファンの間で大きな話題となり、高橋のリーダーシップとグループへの深い愛情が感じられる。音声データの流出により、 ファンは彼らの舞台裏の一面を垣間見ることとなったが、これはナンバーアイとして新たな道を歩み始めた平野、神宮寺、騎士にとっても重要な時期であった。ナンバーアイは4月にアメリカ最大級の音楽フェス、コーチェラバレーミュージックアーツフェスティバル2024の特別ステージに出演し、その名を世界に知らしめた。特にジャクソン・ワンとの共演で披露したゴートというラップ曲は大きな反響を呼び、 海外での初ステージを成功裏に終えた。その後、ナンバーアイのメンバーはサマーソニック2024への出演も決定し、これが再び話題となった。サマーソニックは当初、洋楽ロックが中心のフェスティバルであったが、近年ではジャニーズ系や K-POP アイドルグループの出演も増え、多様なジャンルが混在するイベントとなっている。ナンバーアイの出演決定に対しても賛否両論があり、 特に従来のロックファンからは批判的な意見も見られる。しかし、ナンバーアイのメンバーはこうした批判を意に介さず、フェス特有のアウェイ感を乗り越えようとしている。彼らはコーチェラでの成功を踏まえ、さらに成長するための挑戦として、サマーソニックへの出演を決意した。新曲、ボン、の YouTube 公式動画が公開2日で1000万回を超える大反響を呼んだこともあり。 年配の洋楽ファンも彼らのステージに関心を寄せる可能性が高い。ナンバーアイの挑戦は彼ら自身の成長だけでなく、ファンにとっても新たな視点を提供するものである。彼らの努力と情熱は音楽シーンに新しい風を吹き込むだけでなく、ファンとの絆をさらに深めるものとなっている。一方で、キングプリンスのメンバーたちもそれぞれの場所で新たな挑戦を続けている。 長瀬恋の怪我による一時休養は、グループ全体にとっても大きな試練であったが、高橋海人のリーダーシップとファンの支えが彼らを支えている。今回の音声データ流出事件を通じて、ファンは彼らの人間味や裏側を知ることができたが、これが彼らの魅力をさらに引き立てる要素ともなった。若い男性が集まれば話題に上がることも多いテーマについての会話が流出したことは、彼らがいかに親しい関係であるかを示している。 しかし、これが彼らのプロフェッショナリズムやパフォーマンスに影響を与えるものではない。ナンバーアイとして新たな道を歩み始めた平野、神宮寺、騎士の挑戦は続く。彼らの新曲、ボンが YouTube で大反響を呼び、サマーソニックでのパフォーマンスも期待される中、彼らの成長とともにファンも新たな視点を持つことができるだろう。 そして、キングプリンスのメンバーたちも、それぞれの場所で新たな挑戦を続けており、ファンとの絆を深めている。彼らの今後の活動に期待が寄せられる中、音声データの流出がどのような影響を与えるのか、また彼らがどのようにこの試練を乗り越えていくのかが注目される。ファンとしては、彼らの成長を見守りつつ、これからも応援を続けていくことが重要である。音楽シーンにおける彼らの存在は、 今後も大きな影響を与えることだろう。この一連の出来事を通じて、ファンは彼らの人間性や舞台裏の一面を知ることができたが、それが彼らの魅力をさらに引き立てる要素ともなった。彼らの今後の活動に期待しつつ、ファンとしては彼らを応援し続けることが求められる。音楽シーンにおける彼らの挑戦は続き、彼らの成長とともにファンも新たな視点を持つことができるだろう。 ナンバーアイとしての挑戦は、コーチェラやサマーソニックといった大舞台を経験し、彼らの音楽的な成熟とプロフェッショナリズムを高める絶好の機会となっている。平野、神宮寺、騎士の3人は、異なる文化や音楽の背景を持つ観客の前でパフォーマンスを披露することで、自身の表現力を磨いている。これにより、彼らは単なるアイドルグループから、真のアーティストへと進化を遂げている。 一方で、キングプリンスのメンバーたちも、各々の,の,の挑戦を続けている。長瀬恋の怪我による一時休養は、グループにとって大きな試練であったが、高橋海人のリーダーシップとファンのサポートが彼らを支えている。高橋の僕が金プリ守るという言葉には、グループへの深い愛情と責任感が込められており、ファンの間でも大きな感動を呼んだ。このような状況下で流出した音声データは、 ファンに彼らの裏側を垣間見せるものとなったが、これは彼らのプロフェッショナリズムを損なうものではない。むしろ、彼らの人間味や親しみやすさを感じさせるものであり、ファンとの絆をさらに強固にする要素ともなっている。若い男性が集まると、自然に話題になるテーマについての会話が含まれていたことで、彼らの親密な関係性が垣間見えた。音声データの流出により、一部のファンはショックを受けたかもしれないが、 多くのファンはこれを理解し、彼らを支え続けている。彼らのプロフェッショナリズムは揺るがず、むしろこれを乗り越えてさらなる成長を遂げることを期待している。特にナンバーアイとしての活動において、彼らがどのように新たな挑戦を克服し、さらに高いレベルのパフォーマンスを見せるかが注目される。さらに、ナンバーアイの新曲、ボン、の YouTube 公式動画が公開されてからの大反響は、 彼らの音楽的な才能が多くの人々に受け入れられていることを示している。この曲は和のテイストが取り入れられており、彼らの多様な音楽性を感じさせるものである。特に洋楽ファンからの関心も高く、サマーソニックでのパフォーマンスにも期待が寄せられている。ナンバーアイのメンバーは、これまでの経験を活かし、さらに成長していくことだろう。彼らの挑戦は続き。 音楽シーンに新たな風を吹き込む存在としての地位を確立していく。そして、ファンは彼らの成長を見守りつつ、応援を続けることで、彼らと共に新たなステージを共有することができる。一方で、キングプリンスのメンバーたちも、それぞれの場所で新たな挑戦を続けている。長瀬恋の怪我による一時休養は、グループにとって大きな試練であったが、 高橋海人のリーダーシップとファンのサポートが彼らを支えている。高橋の僕が金プリ守るという言葉にはグループへの深い愛情と責任感が込められており、ファンの間でも大きな感動を呼んだ。